それぞれの思惑を胸に時は過ぎていき、地球は運命の5月26日を迎えた。よし、行ってくっか。気ぃつけるだぞ、悟空さん。死なねえでケル。おう、分かってっさ。ごはんちゃんは戦わねえんだろ。そう、約束してケル、ごはんちゃん戦わせねえって。じゃあ行ってくる。戦うかもしれねえんだ、ごはんちゃんも。おっす。来たか。いよいよだな。あれ、ベジータは精神と時の部屋で修行やってたんだよな。やつなら一足先に行った。そうか、張り切ってんな。ああ、そうだな。なんだよみんな、何沈んでんだ。悟空、まずいことになっちまったんだ。ドラゴンボールを一つの願いでたくさんの人が生き返れるようにしてもらっただろ。そうすると前みたいに一回死んだものはもう生き返れないんだってよ。すみません、最初に言っておけば。なんだ、気にすんなよ。でんで、俺たちは死ななきゃいいんだからさ。死ななきゃって、相手はあのセルなんだぞ。いいから早く行こうぜ、12時過ぎちまうぞ。悟空、お前なんでそんなに余裕なんだよ。ほらほら、置いてっちまうぞ。あの、クリリンさんも一緒に行きますか。ああ。地球の運命を左右するセルゲームまであと20分余り。セルは身じろぎもせずリングの中央に立っております。人類を滅ぼすという悪逆非道な宣言を行ったセルに対し、ただ一人立ち上がってくれた我らの英雄にして希望、格闘技世界チャンピオン、ミスターサタンは。おお、ミスターサタンがやってきました。聞け、セルとやら、俺にはとっくにバレてるんだぞ。都や軍隊を破壊したのは爆弾を使ったトリックだろう。だがそんな手はこの俺には通用しないんだ。なんだあのゴミは。ベジータめ、やはり証拠にもなくやってきたか。こいつは驚いた。まだ存在していたとは。しかも破壊したところが治っているじゃないか。あ、あいつら空を飛んできたような気が。トリックだな。なあ悟空、セルに勝てると思うか。さあな、やってみねえと分かんねえさ。なあごはん、
悟空は何か作戦でもあるのか。さあ、お父さん教えてくれないんです。あんなにのんびりしてよかったのかな。体休めんのも修行のうちだぞ、ご飯。見えてきたぞ。やっと来たようだな、孫悟空。待っていたぞ。集った最強戦士たち、セルゲームの幕開け。お揃いでようこそ。全員空を飛んできましたよね。流行っているようだな、あのトリック。16号、お前治ったんだな。礼を言いたかった。ありがとう、クリリン。そしてご飯。よかったですね、16号さん。お手げ、頑張ろうな。俺はお前を殺すために作られたんだ。そのことを忘れるな、孫悟空。くれえやつだな、こいつ。時間だ。ドイツからでもいい、さっさと出ろ。当然、格闘技世界チャンピオンの俺だ。あいつ、殺されっぞ。いいから、あいつの好きにやらせておけよ。殺されたって、あいつはドラゴンボールで生き返れるんだ。やれやれ、しょうがねえな。さあ、いよいよ地球の運命をかけた戦い、セルゲームが今始まりました。はあ、ズリャーッ、ウリャッ、ドーハッ。うるさい。リング外に落ちてしまった。サタン選手、負けてしまいました。さあ、早くセルゲームを始めるぞ。ミスターサタン、なんで負けてしまったのですか。ああ、足を踏み外してしまっただけだ。ちょっと休憩したら本気でやってやる。あいつ、まだレベルの違いに気づいてないのか。バカの世界チャンピオンだ。ドイツからやるんだ。じゃ、オラからやらしてもらおうかな。ほう。一番の楽しみは最後に取っておきたかったのだがな。来い。孫悟空、貴様と戦うのを楽しみにしてる。こいつは光栄だな。運動はこれぐらいでいいだろう。そうだな。どうした。そんなものではないだろう、孫悟空。お前がなかなか手の内を見せねえか。孫悟空か。さすがに戦い慣れてる。おめえもな。これからぼちぼちと力の期待してる。戦いはこうやってある程度実力が近くなって面白いね。ああ、オラもそう思う。
こいつは想像以上に強いよな。ほんのちょっとでも筋肉とあっという間にやられちまうぞ。やるじゃないか、本当に。ここまで楽しめるとは正直思わなかったぞ。先頭とやらを食うがいい、孫悟空。さらに素晴らしい試合になるはずだぞ。あいつの言う通り、悟空さんに先頭をあげて全員でかかれば、今のセルなら倒せる。黙ってろトランクス。貴様にはサイヤ人の誇りがないらしいな。そんな勝ち方をするぐらいならあいつは死を選んだ方がマシだと思うだろうぜ。しかしこのままではやられるだろうな。確実に頭に来るが認めてやる。俺はあれだけ特訓したがカカロットを超えられなかった。あの野郎は天才だ。だがセルはそんなカカロットをさらに上回ってやがるんだ。だったらどうしろと言うんですか。あいつが何か作戦でも考えていることを期待するんだな。どうした。私はもっともっと楽しみたいんだ。メータ、降参だ。おめえの強さよーく分かった。何降参な、何を考えているんだあいつは。孫悟空、その言葉の意味することが分かるか。セルゲームで戦う者がいなくなればこの地球の人間どもは一人残らず死ぬことになるんだぞ。勘違いすんな。戦うやつがいなくなったわけじゃねえだろ。次に戦うやつをオラが指名してもいいか。貴様本当に降参する気か。今度の試合で多分セルゲームは終わる。そいつが負ければもうおめえに勝てるやつはいねえからだ。だがオラ、さっきおめえと戦ってみて、やっぱそいつならおめえを倒せると思ったんだ。何？だからオラ全てを任せて降参した。いいだろう。では聞くか。その存在するはずもないものの名前を。次にセルと戦うやつは勝てるやつはそいつしかいねえ。お父さん、おめえの出番だぞ、ご飯。何？え？なんだと？やれるな、ご飯。
僕がセルト？無茶を言うな。戦えるわけないだろう。相手は貴様でもかなわなかったセルだぞ。ご飯はオラたちの思ってる以上に信じらんねえような力を持ってる。精神と時の部屋の修行で眠っていた力が解放され始めたんだ。さっきの父さんとセルトの戦い、すごすぎてついていけねえと思ったか？思わなかった。だって二人とも思いっきり戦ってなかったんでしょ？セルは知らんが、父さんは思いっきりやってたさ。だがおめえには手を抜いてるように感じたんだろ。そうなのか。ご飯。はい。あれ、ご飯、言わない世の中取り消してやるんだ。学者さんになりてんだろ。わかりました。やってみます。僕がセルと戦う。いや、孫悟飯、貴様が相手とはな。ご飯か、あのおとなしいご飯か。あのガキ、どうやってあれほどの巨大な戦闘力を。そんなバカな。孫悟空の言ったこともまんざらはったりばかりではなかったらしい。だがこの私に勝てるというのはいささか言い過ぎだったようだな。僕が敵だ。ではないよ。まだやるのか。すぐ。戦いたくないのに。まさかこの私に勝つつもりか。少しは本気を出してやるか。やっぱり無駄だよ。こいつは驚いた。ことのほかタフじゃないか。もうやめようよ。僕は本当は戦いたくないんだ。殺したくないんだよ。たとえお前みたいにひどいやつでも。何を言い出すかと思えば、貴様にはこの私を殺すことはできん。僕は昔から怒りでカッとなると、とんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。
だからきっとお父さんはそいつを計算してセルを倒せるのは僕だけだって言ったんだ。そんな話を聞いておじけづくとでも思ったのか。それどころか私はどうしても貴様を怒らせたくなった。さあどうした。痛いだろう。怒れ。嫌だろこのまま死ぬの。そう、俺はゴハンに加勢するぞ。待てピッコロ、ゴハンが怒るのを待つんだ。セルを倒すには怒りで真の力を解放したゴハンに期待するしかねえんだ。そう、貴様は間違っている。ゴハンは貴様のように戦いは好きじゃないんだ。今ゴハンが何を思っているかわかるか。怒りなんかじゃない。なぜお父さんは僕が死にそうなのに助けてくれないんだろうと。忘れるな、実力はナンバーワンになってもあいつはまだ子供だ。あ、クリリン、オラに先祖クリ。50のやつだ。どうやら自分の痛みだけでは怒りが湧いてこんらしいな。ではお前の仲間たちに相談してみることにするか。な、何をするつもりだ。何でもするさ。貴様が怒って真の力とやらを発揮するならな。お前たちを巻き込んですまない。俺はセルと共に自爆する。いくら貴様でもこれだけ密着していれば粉々になる。けっ、なぜだ、なぜ爆発しない。16号、自爆はできない。カプセルコーポレーションでお前を修理してた時、博士がお前の体にとんでもねえ爆弾が隠されてるのを発見してさ、物騒だったんで取り除いたって言ってた。残念だったな、16号。今度は貴様たちの番だ。なんだ、あれは。さあ行け、セルジュニアたちよ。孫悟空たちを痛めつけてやれ。気をつけろ。恐ろしく強えぞ、こいつら。もたもたしてと、やべえぞ。なんとか戦えてみるか。
オラたちだ。クリリンさんたち、あんな国民さん、何か策はないんですか。父さん、このままだと何しかねえ。くだらぬことを言ってないで戦え。セルジュニアたち、お遊びはそこまでだ。やれ、殺してしまえ。みんな殺されてしまう。本当に僕にすごい力が隠されているのなら、その力を出したい。だけど、どう怒ったらその力が出せるのかわからないんだ。どうなってるんだ。さすがにこれは やばい。今のうちに引き上げよう。待て引き上げる前に俺をあの子供のところに持って行ってくれ。頼む。地球のためだ。冗談じゃない。あの子供のすぐそばにはセルがいるんだぞ。お前も少しは役に立ちたいだろう。格闘技の世界チャンピオンらしいから。ミスターサタンは人間のチャンピオンなんだ。お前たち化け物どもの戦いには、もう付き合えん。よし、やってやる。ミスターサタン、やめた方がいい。殺されますぞ。やかましい。名前も知らない奴らが戦っているんだ。チャンピオンがこのまま逃げたんじゃ、いい笑いもんだぜ。
近くまで持っていけばいいだけだろう。ああ、すまん。やっぱしちょっと怖い。近くまで行ったら放り投げてくれればいい。あ、そう？行くぞ。